はい、どうも、鳥さんです。本日はですね、算数応用編やっていきたいと思います。はい、ということで、属性、感情、セリフとなっておりますね。では、いきましょう。いやー、最近難しいんですよ、ずっとね。大事ですよ、これね。まずは属性でございます。ドン。女の子好き。女の子好き。まあまあまあ、なるほど。そして、感情。最近感情はね、なんかちょっと変な感じになってません？感情もなんか属性みたいになってる気がするんですよね。女の子好きの感情。これだ。挑発的に。女の子好きが挑発的に。なんて言うんでしょう。女の子好きって何？セリフいきたいと思います。セリフはこれだ。ドン。お前は自由だ。だから好きなように生きろ。わけわかんない。女の子好きっつってもね、いろいろありますよ。別にすごい渋くても女の子好きな人もいますからね。難しいですね。属性で女の子好き。チャラいとかそういうのではないんですよね。だからね。とは限らないってことですよね。女の子好き。挑発的にこのセリフは言えるんです。難しいね。どうしようね。女の子好き。女の子好き。どこに出すかだよな。女の子好き。難しいよこれ。どうやんだ。女の子好きでしょ。女の子好き。えい、ー、お姉さん。えい、ー、お姉さんっていつの時代ですかね。挑発的。女の子好きが挑発的に。はあ、お前は自由だな。だから好きなように生きるわ。うん、女の子好き。属性が難しいね。キャラが難しいね。女の子好きが挑発的に。どうやんの？俺できないよ、こんなの。難しいな。女の子好き。女の子好き。いや、女の子好きですけど。なんだ挑発的に。お前は自由だ。だから好きなように生きろ。お前は自由だ。だから好きなように。女の子好き。女の子好き。女の子好き。ああ、難しい。難しいね。お前は自由だ。だから好きなように生きろ。難しいね。挑発的。女の子好きをどうするかですよ。このセリフでね。むや、どうすんの？どうすんのこれ。お前は自由だ。だから好きなように生きる。難しいね。お手上げだ。ともいかねえんだよな。これは難しいですよ。女の子好き？他のないの？似たようなのが重なってますよ。チャラい。これどう？えい。お前は自由だ。だから好きなように生きろかな。ごめんね、逃げたね。でも難しい。じゃあまたお会いいたしましょう。バイバーイ。